ちゃちゃっとやっといてっていうタスクの振り方やめてほしい。新卒校1年目の時に成長の過程を見つつ、すごくやっぱいろんなことができるので、でもここ変わんねえなってずっと思い続けるのがありました。それが、こうねえですね、すごい頑固なんですよ、この人。え、マジですか？安倍さん待ってるじゃん。優先頑固なの。チューの素直そうじゃないですか。素直みたいな顔じゃない。キャリアに悩めるそこのあなた。公式 LINE 登録で、就職活診断が無料で受けれます。YouTube 非公開の転職対策動画も手に入ります。詳しくは概要欄をチェック。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。皆さんこんにちは、トップ社の高木です。ゆうすけです。なんでいるんですか、僕ら。副社長に呼ばれて。強制的に助けてで、縛り付けられてしまって、なんて言ったい。ちょっと僕はこちら側の声の姿勢になってるんですけど、今日二人をお呼びしたのはですね、二人もユースルで働いて今日長いという中で、高木くん無事役員に昇格されて、結構今偉そうな立場にいると。やめてください。執行役員。執行役員。その中で今、マーケの領域で、高木がマネジメントしてて、ユースケが高木の一緒に働いてる立場かなと思うから。いや、もうバチバチの部下ですよ。ちょっと言葉選んだんだけど、確かにさすがに2人仲良くしてるけど、普段思ってることあるんじゃねみたいな、こういうとこダメだろうとか、まあ、ユースケから見たら突き上げだし、コウキから見たら部下に対するアドバイスをして、いっぱいありますよ、最近単語使ってくるし。いやいや、お前がそうしろって言うから。あ、そうだっけ。そうだ、お前らしいですか。本当に数ヶ月前まではコウキさんっつって、すいませんって、そういうお互いのガチの本音をぶつけてほしい。普段ちょっとうち緩い動画多いから、ちょっとそういうのやってみようかな。たまには殴り合った方がいいし、格闘技入ってますし。そうですね、僕何人に来とか言われたこともある。なんだっけ、なんだっけ、なんかで言われたんだ。何人に来なんだっけ、忘れたもん。ただ僕らキャリアチャンネルのキャリアに限定してください、まあ、はい、仕事上、こう聞こえてないよとか、ユースケこれできてねえよとかっていう感じでやってほしいなと思います。上司部下としてみたいなイメージなんですかね。そうですね、もちろんそれでもいいし、同僚としてでもいいし、そこは任せるから、とにかく本音で思ってるお互いの弱点とか変えてほしいとかを。やだな、あるわけねえじゃん。30秒後に行きますね。ということで、じゃあ、まず、実際、部下のユースケから、行こうか。はい。行っちゃっていいですか、先生パンチ。優しいやつお願いします。印象が分かってくるから、これ。じゃあ、行かせていきますね。はい。一応、補足入れると、まあ、僕が入った時にも、本当にいろいろ教えてくれて、パシーなり、資料作成なり、いろはを教えていただいたコウキさんなんですけども、ちょっと言わせていただきたいのは、ちゃちゃっとやっといてっていう、タスクの振り方やめてほしいなっていう。どういうことかというと、上司なんで、上司から仕事が来るじゃないですか。確かに上司の見える範囲と、帰ってくる成果物からしたら大したものは作ってないっていうタスクなんだけど、いざ手を動かしたらなんか問題外のこと発生するじゃないですか。なんか、うまく CSV 吐き出せなくてなんか関数めんどくさくなるとか、あるじゃないですか。そういうのを込みで見たときに、なんか、これまあ、工数的には1時間ガッてやればできるよね、みたいな感じで。タスク振られると、いや、これ絶対、後期の言った倍絶対かかんだよな、2時間かかんだよなって思うので、振るにしても、その、ちゃちゃっとやっといてみたいなニュアンスは出さないでほしいっていうのが、ガチ。ガチ文句、ガチ文句。ガチ文句。すげえリアルだね。それはですね、言いたくてですね、それはですね、優しさなんですよ、私の。お、優しさ？やっぱ、ゆうすけ君には、パスみたいな当たり前の記事をもっと欲しくないなと。あー、それを、こう、1時間で終わらせるぐらいのマインドを持ってほしい。CSV はちょっと1時間なんですよ。どのタスクかないですけど、やっぱコンサルによくない文化だった。あえてきつめの期限言うっていう。あ、そう、これは多分マネジメントスタイルだと思うんだけど、俺が散々やられてきたから、ちょっと高めのところでストレッチして言われた瞬間、いや無理だよバカじゃんって思えるレベルを出す。でこれが無理すぎると絶望してやる気失せるから、でも死ぬ気で頑張ればもしかしたらいけるかもしれんけど、ギリ間に合うなんてとこを投げ続けるといつの間にかできる、流されたみたいなのがあったから、そこでやってるんだけど、多分俺の場合やりすぎなんだろうな、それ。で納得するとこあって、そのじゃあいろいろ実際手を動かしたらかかるんだろうなっていうのは分かりつつ、1時間でやっといてっていうのは言ってると思う。いや、1時間でいけると思って。1時間でいけると結構思ってるけど、そこは多分俺のタスク見積もり下手くそなんだろうな。まあっていうか大体そうじゃない、なんかさ、思い描いてた工数ってさ、大体倍ぐらい大体かかる。まあいざ手を動かしたら。確かにな、そこで俺1時間ぐらいねっていうプレッシャーかけるからいいと思う。期限決めるのは大事だから、それはそうなんだけど。そうね。アクセンチュア時代のマネージャーの人とかも、あえてきつめの期限言ってきて、ちゃちゃっとやっといてっていう感じだった。基準を自分サイドに合わせる。ああ、俺がやればこれぐらいできるから。そう。で、やったことあるタスクしか俺基本振らないようにしてるっていうのは、ああ、なるほど。自分がやったら経験的にこんぐらいなんだろうな、みたいな。
でも例えばユウスケもそうだし、他のインターン生の子とかもエクセルとかスプッシュとか、通常の作業分かってないから、それで1時間で一発目からいけるとはぶっちゃけ思ってる。あ、キャッチアップ時間かかる。で、本来これは1時間でやるべきタスクなんで、その基準で動いてねっていう意図でお願いしちゃってるっていうのがあるから、多分そこの意図が伝わりきってないのはもしかしたら悪いかもしれないですね。はい。あ、確かにそれを今聞かされると多少納得するとこはあって、ね、なんかそのエスやね、その自分のポリシーでも一旦現場にとことん降りてやってから他の人に任せるみたいなあるっすね。で、そのポリシー軌道にちょっとかっけえなと思って。わかんないけど、まあそれもよく先輩あるだから受け継いできたものなので、そこを聞いたらまあまあ言って納得できたんで、ちょっと今回は刃を収めようかなと。ありがとうございます。ちょっと僕は問題なかったというふうに今。あ、まあ、ちょっとそのちょっとね、言い方が問題ありますね。伝わってなかった、伝わってなかったら言えないですからね。ちゃちょっととか、まあ、ガットとか言われると、いや意外とかかんねんって思ってしまう。それは俺も思い続けてきたので。あ、そこはちょっとね、意図をちゃんと説明すべきに。ということで、じゃあ先行ゆうすけさん、なかなかリアルなダメージのあるパンチ打ってたんじゃないかなと、ね、結構入社2年ぐらい思ってたこと。やっと言えた。やっと言えた。一緒に働いてくれてる人みんな思ってると思う。後期の本音とか意図も一応分かったんで、ゆうすけもそこを分かった上でお互いにこう歩み寄れる指摘だったんじゃないかなと思うんで、まあ、今後はそこをちょっと気をつけるっていう感じで収めたいということだったんで、じゃあ一旦後期にボール回しましょうか。散々嫌なこと言われたんで、なんか、まあ、でもちょっと力込めてるんで、ね、後半の方が楽しいんで。思うとこあるわけですよ。やっぱ2年間一緒に働いてきて、スタート時からこう一緒に働かせてもらってるんで、うん、ある意味新卒後1年目上に入ってくるんで、うん、成長の過程を見つつ、うん、すごくやっぱいろんなことができるなって、でもここ変わんねえなってずっと思い続けて言われましたですね。それがこう見えてですね、すごい頑固なんですよこの人。え、あ、マジで。佐々木さん笑ってるじゃん。そうね、ゆうすけは頑固だね。超素直そうじゃないですか。素直みたいな顔じゃないですか。顔は素直よ。素直は顔しい。そう、この感じで態度もね、動画しか分かんないかもしれないんですけど、うん、こういう風にした方がいいんじゃないのっていう時の顔。顔、こんな顔してんのよ、いつも。ちょっと首が横になって、なんか納得できないな、みたいな顔して、うん、その場では分かりましたって言うけど、うん、次のミーティングまで同じことをやってたのか。どこのこと言ってんの？なんかある舞台の。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。多分納得するまで多分行動できないタイプというか。うんうん、あのサスケさんには入れたことあるかもしれない。そう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 。他もなんか面白かったのが、結構俺だって業務委託って多いじゃんか、某マーケット強い会社の方が入ってる業務委託ウェブのミーティングの際に、その方もその領域で5年ぐらいやってて超ベテランだし、うんうん、プロだから、うん、でユースケが入ったばっかのところで、うん、その人から指摘をもらうみたいなところが、うん、結構一時期厳しく詰められる段階があったじゃないですか。なかなかここそれがまた大倉ぐらいの感じがベンチャー距離繰り上げてて、そこでもう言ってることは確かに、いや、そうなんだよな、俺も思ってたんだよなとか思いながら、こう刺激を呼びたかった方見たら、ユースケの顔がまたみたいな感じの顔してて、いやって。あ、いやっていう。いや、でもつって、でもじゃねえからって。言われるわ、いやじゃない、でもじゃないってすげえ言われる。っていうのがあるんで、ちょっとそこをやっぱ認識していただきたいなと思ってしまいです。あー、でもね、ちょ反論だし、でもって言っちゃった。反論していいですか。はい、どうぞどうぞ。それでいくと、僕尊敬しています DNA 社長、南波社長いるんですけど、そうです、いるんですけどっていうと、はい、トーンで言っちゃいけないと思うんですけど、はい、こだわるべきとこと、こだわりを捨てるべきところがあるなと思って、結論に対するこだわりは絶対持った方がいい。最終判断するところ。ただそのやり方とか、もっとこうしたらみたいなところは、ある程度試してみた上で結果を正当に評価すべきだから。なるほどね。家庭では受け入れるけど、もうこれやっちゃいなよみたいな。そういう結果論みたいなところは、しっかり自分が納得するまで待った方がいいみたいなのは、一個僕のポリシーとしてはあります。どうでしょう。一旦まずはやってみてっていう。そう、一旦やってみて、ただその結論を B 案がいいんじゃないって言われて、あ、そうですねって分かったように変えるっていうのはやらない。なるほどね。そこ結構、もしかしたらスタンスによるかもしれないんだけど、実は反対でして、自分より経験がある人っていうのの言ったことっていうのは、迷わずまずやってみるって感覚が大事かなと思ってるわけですよ。自分もいやいや芸人だったんで、あ、いや、でも、じゃねえよって何回も言われた。何回も詰められたんですよ。お前なんでそんなバカなのに、なんで俺そんなバカなのにそんな分かったのにし偉そうだったんで、まず言われたことやれよってやった経験があって、自分はそれすごい大事にしていて、誰もやったことない領域で答えが分からなかった自分を信じる面もあるんですけど、例えばマーケットのライティングとかで、プロの人が言ってるんだったら、まずは自分の考え一回置いといてやってみるみたいなのも大事なのかなっていうふうに。クライアントワークが社内の仕事かっていうのも結構分けれると思って、クライアントワークのさ、相手にこう舐められないためにあえてこう分かってなくてもうまく見せるとか言って
たじゃん。それもあるんだけど、だから損してるなと思ってて。どういうことですか？損してる。僕は嫌っていうことで損してる。あ、そう。そこで、あ、はい、わかる、そうですよね。って言えば収まる、うん、今詰められてるその状況が収まる、うん、あ、なるほど。そこで嫌って言っちゃうから、いやもう分かってねえじゃんってなって、そこで説明されて納得するみたいな感じになる、うんうん、からその場合ははいそうですねって言っときながら持ち帰って自分の中で一度整理して、それでもなお疑問点が思うんだったら、あの時はちょっとはいって言ったんですけど、もう一回考え直しの際にこうこうこうだと思うんでこうじゃないですかって状態で持っていくと、意外と議論になったりとか、あ、素直だなっていう風に持ってきやすいのはあってやってた。ああ、なるほど。一旦引くっていう、もう。そっか。わかんなくても。個人的にはその場で嫌って言って整理した方がいいのかなって思ったけど、確かに、その場で嫌って言って戦っても絶対自分の中でいい案出てこないし、だったら一旦持ち帰って整理して、わからなかったらわからないっていうのがいいんじゃないかと。そこの嫌っていう感度って結構合ってること多いと思って、実際。特に現場やってるとことか、自分が記事書いてるとか、自分のがわかってるじゃん。っていうことも往々にしてあると思ってるから、その感度は大事なんと思うんだけど、でもやっぱり、割合で見たら、長く経験してる人が言ってることが正しかったりとか、うん、意味がその時分かんなくてもその1週間後に腹落ちしたりすることある、うん、だから一旦持ち帰って考えてみて、なおダメだったらそれって多分自分の感度も正しいからぶつけに行く。じゃあ僕はあれですね、嫌って言ってることでまずその場でめっちゃ詰められるっていう損もしてるしそうなんだよ、確かに抵抗すると詰められるから一旦持ち帰って整理すれば分かったことがその場ではこうごちゃごちゃするみたいな損もしてる。頑固っていうの言ったけど、自分の意見を持つのは全然悪いことじゃないって思ってるから、コミュニケーションの仕方で損もしてるなと思った次第でございますって話でした。ありがとうございます。ちょっと気をつけます。ゆうすけもそこは感じた部分もあって、あ、切り分ければいいかなと思ってて、ゆうすけが頑固モードに入るときって、ゆうすけも対抗する言葉を持ってない、要は知識ないから言語化できないんだけど、なんか納得いかない状態で戦っちゃうから、向こうからしてもいや分かってないくせにっていう、こうバトルが始まっちゃって、お互いにこううまく整理つかないまま時間だけ浪費するみたいな。毎週試合してましたから。そうそうそう。で、大体その方が言ってること楽しかったりするから、ユースケその戦いしちゃダメだなと思いながら、行くな行くなみたいな。でも飽きた時もあるんだよね。現場分かってるから。ユースケもちゃんと整理して、ちゃんと大体揃えた状態で競技するのはいいかなと思うから、うん、その下準備をすればいいんじゃないかなと思って聞いてたかな。武器持たない状態でやっても何も生まれない。生産性のない業務になっちゃうっていうのは感じたことあるかな、うん、ということで、ゆうすけからこうきに対してはタスクを勝手に時間切ってこれでやれると思って簡単に振ってくんなとちゃちゃっとやっといて、ね、そうそうそう、余計な人が多いんだろうな多分、そういう、うん、ちゃちゃっとじゃねえんだぞこっちはっていうのがあって、こうきの裏の意図も分かった上では、ゆうすけもそういうことだったら分かる、分は分かると、うん、ただお互い気をつけようねみたいな話だったかなと、こうき、ん、ゆうすけの方は損してる部分があるっていう話で、頑固になるとこも選んだ方がいいんじゃないのというとこっていう話だったかなと思うので、そこも気をつけて、特殊のユースケだと思うから、そうですね、うん、何回も女の子がいっぱいいるバーベキューには行くなって言ってるんですけどねなんかで結局ネットワークだったっていう悔しい経験が、何回も言ってるんだけどまた行ってきましたそこも頑固なんだよね、どうだったって改善されました、3回ぐらいやってからね、マジでてな感じで、お互いにいい指摘ができ、自分の気をつけた方がいいポイントを気づけた、いい回だったんじゃないかなと思います。今後も引き続きマーケ領域で仲良くやっていくと思いますので、仲良くしてください。はい、お願いしますというわけで、こうやってバトルしてきたんですが、まあ、現在こんな感じで一緒にバトルしてくれる正社員募集者なのでぜひうちの会社で一緒にバトルしてみたいという方は、うん、概要欄の方に採用欄にありますので登録してみてください。今はちょっと冗談ですけど、僕らはマーケでやってますが、主に今キャリア支援を一緒にこうやってくれるメンバーみたいなのを募集していて、営業だったりとか、まあ、エンジニアだったりとか、そういう経験持ってる方を特にこう強く募集したりとかしているので、ぜひ興味ある方は見てください。でプラスアルファ、キャリアに悩んでる方も無料のキャリア相談やってますので、概要欄から LINE 登録いただければ、まあ、まず市場価値診断を受けに行って、その後に、キャリア相談申し込むことができるので、ぜひ応募お待ちしております。というわけで、モヤモヤは晴れましたでしょうか。モヤモヤは晴れました、はい、もしかしたら第2弾がユースケさん期間でやってくるかもしれませんが、その時は出ればこうじゃないかと思っております。というわけで、本日の動画は以上としたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。新エクサイン、バイバイ。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。